んでですすこんにちはえー、っとですね大阪市の、えー、電力ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金なんですけどあのーまあ、すでに確認書が届いてきてるおうち世帯ですよねまあ私も来たんですけどその一体いつ支給日なんやっちゅうところなんですね。振込日ですよねその まあすでに確認書がね、いつやったんですかね、この11月の18日、または21日にまあこれ発送されてまして、で、ここにあの支給予定時期ですね、その5万円をいただける時期、その振り込み口座に入ってくるんですね、それが12月中旬から下旬ということをやったのでえ、今日が12月12日ということで、 まあ、自分としてはそろそろあの私はそういうネットでこう見たり利用しませんので、まあ、貴重に今日あたりから行かなあかんなと、まあ、先週ぐらい思っとったんですけどあの視聴者さんからね教えていただいて、えーまあ、その前からね14日ぐらいちゃうかいうコメントも頂い,いとったんですけどあなるほど14日ぐらいやなと言いつつまあ今日ぐらいから。 基調ししととこうてたたろうって思っ,とったんですねけどね、いやこれ自分で、大阪市も自分で確認できるよういうことをお聞きしましてね、ほんで調べましたら、ここですね、この、これね、これ下に貼っつけときますんで、またあの見ていただければと思うんですけど、この大阪市の緊急支援給付金の,この特別サイトですか、こういうホームページがありまして、このお知らせから聞いて、ここですね。 受付状況紹介ここをクリックしてもらってでここにこのなんかね封筒を着てると思うんですね。何ちゅうて言ったんですかねどんな言うて説明したんですか赤い封筒ですわ赤い封筒でね着てると思うんですけど「至急のお知らせ」言うてね俗に確認しよういてですねこれが届いてる人はこのここに番号が載ったんですね。 地球の知らせここに番号がこれをここにここに番号を入れると入れてこの「紹介する」をクリックすると「あのー、あ,なたあなたはいついつに振り込みます」っていうのがね出てきますんではい私はちなみにねあのー、皆さん皆さんよりかね教えていただいた方と一緒で12月14の水曜日でした。ということでねその多分。 一番早いストでスの12月14日じゃないかなとはもう私は勝手に予想しておるんですけどこのここでね「中旬から」って書いてますんでね、えー、支給予定時期は12月中旬から下旬っていうことなんでまあ14日が一番早いんじゃないかなと、まあ、そういうふうに考えています。あのもしあの自分でね確認されたい方はねこっから見ていってもらったらあの分かりますんで。 はい、そんな感じです。はい、いろいろね、あの前もって教えてくださった方、ありがとうございます。私も十四日確認できましたんで。はい、十四日に行っていきたいと思います。はい、以上です。いつもありがとうございます。失礼します。チャンネル登録お願いします。